感謝祭負けたんだよ。あれギブアップありですか？ノーギブアップ、ノーライス。いや、はい、お願いします。初めて見ます。すげえ。
ぶ大量に入れてすげえちょっと寝てかけて帰ってて、その胸明けが6時ぐらいに帰ってしばらく横になってた。何回も下腹してちょっと楽になるかなとかってあんまなんなかった。サクッと帰って疲れるし、意外と疲れてくるとシュート飛ばなくなる。昨日のなんか食ったりしたらコラボになるんだけど、世界料理とかそういうちょっと辛いものとかスパイシーなものとかちょっと汗楽になる。ちくしょう今のくじよし、おお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 やらしいの来た。いきます。うまい事情だろうこれの話しますか。